E90 ノキアエザースはノキアが製作しているビジネスに特化したハイエンド携帯電話シリーズである。2005年10月13日にノキアは初の機種シリーズエザース機種となる E70 と E60 と E61 を発表した。その後も今日に至るまで新機種を発表し続けている。ノキアエザースの日本上陸は2006年。 ノキア E61 を日本語にローカライズしたものを日本法人のノキアジャパンによってシムロックフリーで販売された。その後、2007年4月26日にソフトバンクモバイルよりソフトバンク X01NK として販売された。その後、ソフトバンク及び NTT ドコモの2008年周到商戦向けに E61 の後継機であるノキア E71 を ノキアブランドとして発売することを決定したが、2008年11月に、ノキアが日本での携帯電話端末の販売を原則として打ち切ることとなったため、NTT ドコモ、ソフトバンクは E71 の発売中止を発表した。すべてのエザース端末でシンビアン OS を採用し、ユーザーインターフェースには S60 プラットフォームを採用している。 ビジネスに特化した携帯電話でオフィス編集ソフトや部用 IP は標準装備、別ッソフトウェアをインストールすることで様々な使い方ができるようになっている。エザースは、Bluetooth はもちろん、海外ではマイナーな赤外線や Wi-Fi、GPS を備えたものもある。E61 はマグネシウム合金を外装素材に採用し、本体の合成に優れている。 E70 はフリップ式のフルキーボードとフリップの表面に10キーを搭載し、2通りの入力方式を扱うことができる。ありがとうございます。